これはもうちなみにですけど、いくらぐらい儲かってるんですか。まあ先月は売り上げ万円ぐらい。成長率でいうと、うん、あの業界トップにいるというふうに自負していまして、はいはいはい、これどうなんですか。1000店舗っていうのはそろそろ限界というか、正直限界は感じていなくてですね、うん、独自のこの出店戦略みたいなものを組んでいてですね、はいはい、あまだまだいける、はい、全然、はい、僕も正直、うん、結構魅了されてて。そうなんですよ。私と森永さんで結構ロケバスの中で盛り上がって、ロケバスでちょっとやっちゃうみたいな。本当にやっちゃいたい。すいません、もしかしたら3店舗増える可能性あるんですか。さあ始まりました。この番組は今ビジネス界で注目すべき企業の実際の現場、成長のキーパーソンとなる人物に深掘り取材を行う番組です。MC を務めるさらば青春の光、森田哲也です。お願いします。今回取り上げるのは CM でもおなじみのこちらの企業。高く売るなら大吉。使ってないな。大吉。似合わないかも。大吉大吉。ねえかも。買取大吉を運営する株式会社エンパワー。 SDGs の追い風を受けて右肩上がりに市場規模を拡大しているリユース業界、その中でも今最も成長著しい企業が買取大吉。4年で売上はなんと10倍、年商は750億円を突破。テレビ地上波やスポーツの世界でも数々の冠スポンサーを務める今大注目の企業。そんな急成長企業成功の秘密を芸人であり実業家でもある森田とともに、経済アナリストの森永康平、自身もフランチャイズオーナーである結城真臣の3人が解き明かす。そして番組の最後には驚きの視聴者プレゼントが。先着3名様を限定で。マジっすか。太っ腹すぎないっすか。いや3名やったらここで終わり。まずはその急成長の秘密を探るべく買取大吉に潜入。お二人は当然、はい、買取大吉さんご存知でしたか。あその、まあ、利用はしたことないですけど、テレビ CM とかですよね、はいはい、森永さんもやっぱり急成長は気になられてます、ね、そうです。なんかすごく店舗が増えてるなっていうのは都内歩いてても思います、ね、あそういうのやっぱ気になるもんですか。やっぱ仕事柄見ちゃいますよ、ね、2024年の7月に全国1000店舗になったそうです。はあ、1000店舗。表参道の美容室ぐらいあるんじゃないですか。駅ごとにぐらいの、ね、そうですよね、すごいな。そうなんですよ、はい、さあ今回はこの急成長を支えたキーマンの方をお招きしております、はい、うん、買取大吉の取締役、うん、清水光輝さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。若っ若っ。え取大吉はホストクラブではないですね。違いますよね。ちゃんとして買い取りの専門店ですよね。若い男前。見た目だけではなく、はい、私は今29歳。若っ。すごいのが入社1年目にして取締役に抜擢された。1年でです。はい、1年です。何をやったんですか。それをここから聞いていくんですか。最悪の場合終わった頃には逮捕の可能性もありますから。はい、実はこの清水さん、取締役就任後にさまざまな社内改革を行い、65億円だった会社の売り上げを4年間で750億円にまで伸ばした立役者。中でもその急成長の原動力になっているのが、清水さんが力を入れてきた FC 店の出店構成。フランチャイズ店舗が多いっていうのも弊社の特徴の一つでして、はいはい、1000店舗中約800店舗ほどがあのフランチャイズのオーナー様の店舗というふうな形になってます。そういうことなんや。で、年間継続率でいくと、97.3% になっていまして、うん、今独立会議をされているあの方からご注目をいただいております。あ結構儲かってる方だと、うん、年間1億円以上稼いでる。そうですね、オーナーさんでね。いやもうちょっと悪手も出るニヤニヤ。皆さん、まあ、それなりに儲かってるっていうこと。そうですね、マジでフランチャイズ ね。コンビニフランチャイズっていうすごいなんか苦労してる印象がありますよね。確かにね、今の笑顔を見るとね、はいはいはい、大吉さん違うんだな。確かにね。ではここからは年商750億円企業買取大吉の急成長の秘密を紐解く。まずは客を呼び込む店作りから。こちらが
買取大吉の代表的なお店の外観。ここにすでに客を呼び込む秘密が。なんかまあ和風っていうのがありますよね。確かに。のれんの感じ。のれんの感じね。うん。すごい。何やろな。なんか東京駅とかのお茶漬け屋さんってこんな感じなんですよ。あそこも結構入ってる感じしますけどね。何やろう。大吉では、うん、青とか白を基調とした、うん、あの店舗の外装作りを心がけています。はいはい。なんでそれは。買取店、要はリユース業界っていうと、はい、赤とか黄色とかそういうちょっとこう、うん、強いあのイメージの色を使われてる。確かにオレンジとかね。そうですね、うん、はいはいはい、あのインパクトは確かにその方が強いんですけど、うん、ただちょっとこう売り煽るというか、うん、みたいな感じのイメージがあって、うんうん、僕のイメージとして、うん、リユース店って、はいはいはい、結構なんかこう金とか、うん、時計、高級時計みたいな写真をこうもう全体に出してて、はい、分かりやすいんだけど、うん、一方でちょっとこうそこの店に入ると、うん、あいつなんか成金なのか、うん、確かにギラギラ感が漂ってなんか、ね、確かに下世話なイメージがあるっちゃあるというかね。あの大吉はどちらかというとその安心感だったりとか、はい、信頼感をこう演出するために青だったりとか白を基調として、うん、あの店舗作りをしていると。冷静になってでも冷静ってなるとむしろこうなんていうんですか、売るのやめちゃう感じはしますけどね。なんていうんですかね、ご納得いただいてあの大吉ではやっぱりご売却をいただかなければいけないので、あのそれを前提として安心感とか信頼感みたいなところを前面に押し出して作っているという、うん、だから勢いで売るんじゃなくて、ね、売るなら冷静に売ってくださいよっていうことね。はいはいはい。3年前にこれ看板を変えて現在の形にされて売上、はい、お客様が3倍になった、はい、ほー、あーそうなんや。今までの買取店の常識を覆す青系の外装が安心と信頼というイメージを勝ち取り、客数を3倍にすることに成功した。それでは続いての急成長の秘密、買取素人のオーナーでも設けられる独自サポート。ここからは実際に未経験から FC オーナーとなった江泉さんにお話を伺う。江泉さんの前職は買取とは無関係の職業だったそうで。はい、何だとまず予想されますか。江泉さん現在は買取の、ね、オーナーですけども、旅行会社とかなんかそんな感じ、なんかすごい爽やかな営業マンっていう感じはしますよね、うん、え何やろな、はい、実はこちらが当時の江泉さんです、うんうん、はい、うわ何、いやいや、えこれは管付きのワルでいいんですか、うん、それはワルではないですよ。あの格闘家ということで、はい、 そうですね、それは何ですか、ボクシング、いや総合格闘家、何でもやるっていう、はあ、はい、そうなんや。そんな元格闘家飯泉さんへ森田がドストレートな質問。これはもうちなみにですけど、はい、ぐらい儲かってるんですか。まあ先月は売り上げは2000万円ぐらいで、売上2000万、まああらり400万円っていうところです。すごいな、そっかそっか。従業員さんは、いないです。いない、一人でやってらっしゃる。え、一人でやってんの。一人で。じゃあ丸々じゃないですか。すマジで。え、例えばその、いやちょっと待って、格闘家より孤独やん。ね、いやいやいや、一人でやってんの。孤独だけど、ハンバーですし、うん、え、未経験でも問題ないんですか。そうです。え、どういうこと、なんなん。買取完全素人の元格闘家がどのようなサポートで FC オーナーとして成功できるのか。買取大吉さんでは、うん、行動経済学に基づいた接客指導もしている、うん、行動経済学とは経済学と心理学が融合した学問。買取大吉ではこれをマニュアル化して接客に取り入れている。例えばなんですけど、うん、フレーミング効果とかってご存知ですか。あ、なんか聞いたことありますね、フレーミング効果、はい。この携帯は 20% の確率で壊れますって言われるのか、うん、この携帯は 80% の確率で壊れませんって言われるのかでいうと、うん、どっちの方が印象がいいかみたいな、はいはいはい、ご提案の時にあの取り入れたりとかですね。ほう、だからそこの接客の水準に合わせるっていうことですね、最低限、はいはいはい、大事ですよね、うん、僕も今ですね、うん、実は現役の格闘家なんですけど、え、嘘です、急な髪が急すぎる。だからやっぱ格闘業界って、うん、こうやんちゃな人たちもやっぱ多いんですよ、うん、はいはいはい、喧嘩好きが高じて、そうですよね、うん、そう考えると、うん、こう接客とかやれって言われても確かに
なんだよみたいな、うん、プライドが高い人とか多かったりするイメージがあるんですか、はいはいうん、ありますあります、うん、それもやっぱこうマニュアルとか研修で構成されていくんですか、うん、やっぱりあのまあ頭ごなしにこれをやってくださいというよりかはどちらかというとそこにちゃんとロジックがあって、うん、なぜこういうことをしなきゃいけないのかっていうことをマニュアルの中でちゃんと説明をさせていただいているのでなのでご納得いただいて、うん、まあ実施いただいているという形になります。これどうなんですか泉さん、やっぱここに入ってやっぱ変わるもんですか。 そうですね、やっぱり研修でマインドチェンジといいますか、うん、やっぱりそういうところも指導していただいて、うんはいはい、あとその研修で何回もそのロープレ反復するので実践して未経験でもまあこう仕上がってはないんですけれども、うん、それなりに研修を重ねればっていう、ね、こう出れますということですね。はあ、はい、これでも身なりとかもちゃんとしてるじゃないですか。そういうのもあるんですか。あります。例えば、まあ、ジャケットは必ず着用してくださいとか、うん、あとはネクタイは必ず着用してくださいとか、うん、あとは、まあ、髪の毛の長さだったりとか、うんまあ、色、あとはヒゲとかですね、うんまあ、あの全部マニュアルの中に入ってまして、うん基本的にはそのアピアランスとして、うん、あの統一して、うん、あの徹底していただいているという形になります。やっぱそこは清潔感とか、そうですね、あの印象とか、やっぱ接客に力を入れるっていうのは重要なんですか。はい、重要です、うん、買い取りってもともとこの質屋から来てる流れでありまして、はいはいはい、印象的にあんまりこう良くない印象というかですね、うん、ちょっとこう第二ボタンまで開けて、はいはい、金のネックレスしたお兄ちゃんが出てくるみたいなイメージがあったりと思うんですけど、ただやっぱりそのイメージをこう払拭するっていうことが、うん、あの自分たちはすごく大切だというふうに思っていまして、うんうん、なのであの接客にここまで力を入れているという形です。とにかくその金品を持っていらっしゃる方っていうのは、はい、それをまあ購入された経緯などがあるので、うん、やっぱり、うん普段もいいお店に行かれてる方が、うん、だからそこの接客の水準に合わせるっていうこと、ね、最低限、はい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 、実際ロジックに基づいた接客が来店効果に結びつき契約率が 74%、 リピート率が 42%、 紹介率 12% アップしたということですよね。まあそりゃそうですよね。まあだって行って悪い印象ない、むしろいい印象で帰ってくるから紹介率とかも上がる。そうですね、はいはいはい、いやまあ接客はいいとして買い取りの知識って、はい、確かに肝の部分、だって膨大なブランドが出てて膨大な種類のあれとかが出てるわけじゃないですか、いろんなものがバッグやなんやらとか、その知識はどうしたんですか。ね、全くないです。え、全くない。今も今もど素人です、ね、気持ちいいぐらいのびっくりするでしょ。気持ちいいぐらい敗北宣言してますね。いやこれが大吉の急成長の秘密なんですよね、はいはいはい、うん、そう、続いてが FC 店を急拡大できた一番の理由、素人でもできる買取査定。一体どんな査定のシステムなのか、森田の私物で実際に体験。うん、実際に森田さんが今日売りたいというものを持ってきていただいたんですよ。いやいや、何ですか。あれ、はい、何ですか。そう伺ってる。あれ、絶対に時計だけはつけてきてくれとは言われました。ロレックスだけは絶対につけてきてくれと言われ、これあのラビットという番組で、488万円で買わされたんですよ。はい、でもね、偽物かどうか分かんないところもありますよ。俺これで偽物やったらすぐ TBS 殴り込みに行きます。本当に。それでは買取知識ゼロで開店した泉さんがいつもの方法で査定を行う。じゃあ査定の方させていただきます。はい、はい、おえ、何してるんですか。こういう作業裏でいつもされるわけですよ。はい、え、何写メ撮ってますね。で、細かいところだけ撮らせていただきますね、はい、あ、ずよりでね、そんなあんねや。こういうところでこれさ、ほんまそのままなんか売りアプリとか出すんちゃう。架空のそのものはないのにみたいなんで、これでもう大丈夫。これで大丈夫です。はいはいはい、こちらの方でど素人なんですけれども、はい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 、それを本部の方にですね、ほう送ること、本部に写真を送るんですね。はいはいはい、はい、でプロの査定の方にしていただいて、うん、本日のお値段が分かるっていうような、うん、本部にプロの方が常駐されていて、もう写真が届いたらすぐに査定に入る、ね、マジっすか。そう、実は買取大吉で鑑定を行うのは本社に常駐しているプロの査定員。随時70人ほど待機しており、各店舗からスマホで送られてきた写真を解析。本物偽物の鑑定から値段までを最速5分で査定し、 LINE で各店舗に送り返すという誰でも簡単にできるシステムになっている。そんな査定システムのおかげで、江泉さんは
開店1ヶ月で訪れた超ラッキーな買い取りを逃さずに済んだそうで、お客様が紙袋で、はい、ガダンと、ちょっと見てください、で全部金だダイヤだプラチナだっていうので、総額6000万円以上です。買い取り額がもうそうですね。はー、はい、まあ、僕知識も何もないやばいっていう状況でもやっぱりあの本部の方にあのサポートしていただいて、さすがにでも1ヶ月とかやから本部の人たちも江泉が嘘ついてるって思いますよ。そんなわけないやろっていうね。そんなことはない。6000万の本部だともうすごい店舗数で集まってくるじゃないですか、はい、今までで一番高かったものとかって、それこそ貴金属類で、大体8億ぐらい。8億江泉さんが一番いいリアクションしたの。8億6000万がかすみました。かすみました。8億は何それ。はあの本当に金製品ですね。あの要は金でできた仏像とか、茶釜とか、はい、それでは森田さんが488万円で購入したロレックスの査定結果を発表。そのお値段とは、でお値段の方、はい、発表いたします、はい、いやちょっと待って、実際もこんなに貯めるんだ。ね、エンタメ性も出してくるんですか。大吉は時には失礼、はい、お願いします、はい、今回のお値段、はい、290万円で。嘘でしょ。いかがでしょうか。ちょっと本部乗り込みます。どういうことこれ。このお値段、大吉の買い取りが安いわけではなく、今ロレックスにはある特有の状況が関係している。わかんないです。俺別番組で前にね、今年の初めぐらいに森永さんにこのロレックスを見したんすよ、はい、で何でしたっけロレックスって。もう今はロレックスバブルだから売るなら今だよと。ほらもっと強く言ってくださいよ。あの時あの、はい、もうまさにおっしゃっていた通り、去年の大体暮れぐらいから、ロレックスの相場教えてくださいよ。買えない、はい、買えないだったのに、はい、そう、もうどこの店舗行っても買えないっていう状態やったじゃないですか。そうですね、あの多分、去年のそれこそピークの時だとご購入した金額と同等もしくはそれ以上ぐらいは出せたんじゃないかなというふうに思います。ああそうなんや、はい、じゃあもう今どんどん下がって、でもまだ分かんないですもんね、こっからまた上がる可能性も。はい、ただあの、有名な時計会社の社長が、もう来ないと。正直大吉には申し訳ないですけど、ちょっとセカンドオピニオン言っていいですか。森田には残念な結果だったが、実は他店に持っていくとさらに損をしてしまう可能性も。実は大吉さんってすでに他店より 1,2 割高く買い取ってる。これでね、はい、そうですよね。そうなんですよ。あの、実はですね、B2B のオークションを開催していまして、売上額でいうと、月間で30億ぐらいオークションで売却してるんですよ。なので本部の方で全部あの買い上げて、そのオークションの価格を基準にご提示させていただいているっていうなんですね。なので一般的なあの卸売よりかはだいたい1割から2割ぐらい高くなるという感じです。そう、これが買取大吉急成長の秘密、バイヤーオークションシステムで客もオーナーもウィンウィンの関係に。買取大吉では各店舗で買い取った商品は全て本部が購入してバイヤーオークションにかけるシステム。オークションでは卸売りをするより価格が上がるため、本部も相場の 1,2 割高い値段で FC オーナーから買取品を購入でき、それが客に還元されるのだ。そして価格以上に FC オーナーにとって嬉しいのが、他店のように店舗で買取商品を売りさばく必要がないこと。つまり売れ残った商品が赤字の原因となる在庫リスクがゼロ。この画期的なシステムのおかげで買取大吉の FC 店舗継続率は驚異の 97.3% を達成している。フランチャイズやるってなると、どの業態もやっぱ一番気になって在庫のリスクって怖いっていうのがあると思うんですよね、
うん、これを買い取ってくれるっていうところで在庫リスクないし、うんはいはい、本当にこうウィンウィンな関係になってるっていうところで、うん、なんか一連の話聞いてたらやっぱりその短期間でこれだけ伸びた理由があるんだなっていうのは聞いてて思いましたよ、ね、確かにね。森田さんはいかがですか。だからリスクがやっぱその今言った在庫抱えなくていいってことは、うん、あの盗難の恐れとかもないから、今だっていっぱいあるじゃないですか、本当に特に銀座とか、うん、だからそれもないから、だからオーナーの方はもう割と結構安心してね、あのやれるから、もう知識はなくてもこのね携帯1個だけで、うんうん、本当にじゃあ店舗に1人しかいないんですか。そうです、いつも1人です。1人と携帯と1人と携帯とそれであらり400万、はい、もう出ます。いいっすね、いやこれめちゃくちゃいいっすね。正直もうだからこのね、言ったらスペースさえあればってことですもんね。だいたい1日に、3名から4名ぐらいのご制約のお客様なので、はいはい、うん、お店のそのサイズとかも平均すると今、10坪前後ぐらい、はい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 、小さいところだとそれこそ2坪とか3坪ぐらいで開業される、うん、オーナー様もいらっしゃるって形なので、あそうか、五反田の事務所のスペース的には確かに、はいはい、できますね。っていうか何やったら事務所の中でできますね。できます事務所の兼FC 店を増やし続ける買取大吉急成長の秘密、ここからはそのビジネスモデル成功の裏側をさらに深掘りしていく。リユース業界自体はこれどうなんですか、はい、正直将来性というかはあるもんなんですか。あるというふうに考えてます。 SDGs の追い風だったりとかもあって、うん、あのリユース業界の市場規模でいうと、はい、今、3兆円まで、伸びていて、まあ、去年とかだと2兆円とかだったんですけど、ほうほう、まあ、その日本の中に隠れ資産とかよく言うんですけど、うん、が今66兆ぐらい眠ってるって言われているので、あの今後もあの市場規模は伸びていくんじゃないかなというふうに考えてますね。リユース業界今ですね、うん、海外からも注目されていて、はい、今やっぱ円安じゃないですか、うん、外国の方から見ると、うん、日本のこういう中古品みたいなものとか、はいはいはい、すごい安く見えるんですよ、為替の影響で。しかももう一個最近面白いのが、うん、よくそのメイドインジャパンって言葉あったと思うんですけど、うん、最近もう一個出てきた言葉が、うん、ユーズドインジャパンっていうのがあるんですよ。ほう、それ何かというと、同じ中古品とかでも、うん、日本人って物を大事に扱うから、確かに、はいはいはい、他の国で買うよりも、うん、日本の中古品とかを買った方が質も担保されてるし、はいはいはい、しかも円安で安く買えるしっていうので、その国内でもリユース業界伸びてるし、うん、海外からのお客さんっていう意味で言うともっと潜在的な広がりがあるっていうふうに見てますね、うん、おー、そういうことか、そっか、はいはいはい、日本もったいない精神が根付いてますからね、うん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 、これはどうなんですか。大吉さん自体はリユース業界での、はい、もう今の立ち位置というか、はい、成長率でいうと、うん、あの業界トップにいるというふうに自負していまして、はいはいはい、2023年 の、はい、あのフランチャイズの店舗数が、はい、まあ、どんだけ増えたかっていうランキングでは、はい、あのセブンイレブンに次いで、まあ、買取大吉が2位と、はい、マジっすか、すごい、はい、セブンイレブンよう見るなと思うけど、それぐらい大吉も増えたなって思う時が来てるってことですね今、はい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 、店舗数1000店舗超えてるわけじゃないですか、はい、これどうなんですか、1000店舗っていうのはそろそろ限界というか、正直限界は感じていなくてですね、うん、大吉ではうん、独自のこの出店戦略みたいなものを組んでいてですね、はいはい、あの人流だったりとか、うん、あとはまあその地域の世帯年収だったりとかで、はい、あの出店戦略を組んでいるという形になります、うん、あの一等地じゃなかったとしても、まあ、ターミナル駅だったりとか、うん、まあ、ロードサイドだったりとか、うん、あとはショッピングモールへ の出店だったりとかで、うん、あの店舗数はまだあの1000店舗以上出店できるんじゃないかなというふうに思います。ほ、まだまだいける、はい、全然、はい、はあ。そんな買取大吉独自の出店戦略が分かるのがこちらの栃木県のロードサイドのお店。実はこちら以前は別の買取店が出店していて撤退している場所にもかかわらず、買取大吉が儲かる店舗として通常営業しているのにはある理由が。地図にその成功の条件が隠されている。実は大吉さんにとっては非常に有利な立地条件がこちらあって出店を決めたそうなのですが、はい、それは一体何でしょうか。なんだ、示してある文字とかは結構気になるところですか。そうですね、ヒントになるところですね。ヒント、はい、ヒント、小学校があって公園がある、うん、
でも中尾が近くにあるからなんか買い取ってもらって中尾行こうっていう気持ちに家族でだんだんでね、ご飯食べて帰ろうみたいな買い取りの金額的に中尾ってちょっとスケールが小さい。まあまあそうですよね。でもその先に丸亀製麺もありますからね。だからスケール小さいです。なんだ森永さん何か思いつきます？意外とこのスーパーとか個人的にちょっと気になるんですよね。近いですね。はい、じゃあ正解をお願いします。はい、スーパーマーケットが、近くにあるという点です。森永さん、はい、正解です。正解。僕のイメージだとスーパーってこう お母さんというか主婦が買い物とか行くじゃないですか、うん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 、そういう人たちにちょっと買い物ついでに あれもしかしてうちのあれ高く売れんじゃないの。はい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 、そうです。基本的に、買い取り大吉の、メインターゲット層、顧客層というのは、はい、主婦層の方が、はい、まあ、ほとんどなんです、ね。はいはいはい。もともと出店していた買い取り店というのは、うん、その主婦層の、うん、まあ、信頼だったりとかリピートだったりとかを勝ち取れなかったがゆえに、うん、まあ、撤退していってしまっているんですが、はいはい、まあ、買い取り大吉ではそこ の、うん、お話しさせていただいた通りノウハウがあるので、うん、ここに出店してもいけるというふうに踏んで出店しています。そう、そのノウハウこそ先ほどから紹介してきた急成長の秘密。安心・信頼感のある店舗作りや徹底した接客や身だしなみの指導に力を注いだことによってメインターゲットの主婦層の心をつかむことに成功。そのため他店では不利になる立地でも大吉にとっては有利に働き、店舗数を増やし続けることが可能に。そんな他店が見逃していた主婦層というターゲットを定め戦略を立案したのが20代で取締役に抜擢された清水さん。一体どんなビジネススキルで社内改革を行ってきたのか。これでも清水さん経営学ってどっかで習ったんですか、はい、これは。いや特に習ってないです。じゃあどういうその独学というとちょっと綺麗に聞こえるんですけど、はいはい、どちらかというと本当もう実践して、うん、別のパターンでアウトプットしてのずっとこう繰り返し、うん、それでいけるもんなんですねここまでね。まあ、でもよくねこの経営の世界で言う言葉があって、うん、ストリートスマートって言葉があるんですけど、はいはいはい、まさにおっしゃったように、うん、とりあえずやりながら学んでいくから、はいはいはい、実践的で使えるので、うんうんうん、まさにそのストリートスマートをやってるんだなっていうのを思いました。芸人さんなんかもストリートでね、まあ、そうですね培ってきた喋りの技術、はい、ドストリートですかね入社1年目で取締役に抜擢された清水さん、その理由を増井社長に伺った。清水は初め大吉オークションを立ち上げ4000万もの赤字を出した。しかし周囲を巻き込んで課題を一つずつ解決していき、2年で業界トップクラスの B2B オークションに育て上げた。驚異的な責任感と狂気の沙汰かと思うほどの忍耐力がある。そして何より倫理観がある。仕事のできる若手は特に横着をして近道を狙おうとするが、清水は正面突破を正しく勝ち切ろうとする。あ、4000万の赤字出したんですか最初。出しました。マジか。怯えますよね。いやいや、もういや、はい、震えます。俺やったら飛びます、はい、普通やめちゃいますよ。いや普通は ね、責任を持って。何でその大吉オークションを立ち上げて、はい、何で4000万赤字出たんですかそれは。やっぱりうん、オークションを立ち上げるには、うん、まあ、場所も必要ですし、はいはいはい、人も必要になってくるんですね、うんうん、でそこに商材をこううん、出品するっていう流れなので、はいはいはい、先にやっぱコストが出てくるんですよね、うんうんうん、で、まあ、思うように品物が集まらないとか、はいはいはい、そういう理由で赤字になります。これでもこれだから増井社長もすごいっすよね。失敗したい。4000万の赤字出したやつ、そうそう、普通俺やったらクビにしたいっすよもしかあれやったらね、信じる能力というか、うんうん、会社のその懐の広さみたいなところは自分ですごく感じている部分で、で今そのやっぱり部下に対して、うん、まあ、その単月の結果がどうとか、うん、あんまりそこに対してああだこうだ言わずに、うん、やっぱりその改善していく姿勢があるんだったら任せるっていうのはここから来てるスタンスっていう感じですね。あ、そういうことか。あ、でもこう今の経営の流れっていうのを、うん、トレンドを見てみると、うん、よく言われるのがこの自立成長型の経営みたいなことをよく言われるんですよね、うんうんうん、やっぱりこの昔ながらの日本型の経営っていうのはこうトップがいて、うん、トップダウンでも全部社長の言うこと聞けみたいな感じで、はいはい、ワンマンというか、まあ、確かにそういう会社の強みはもちろんあるんですけど、うんうん、ただやっぱりよく言われるのがまず目の届く範囲っていうのが 3,40 人ぐらいだっていうのがあるんですね、うん、はいはい、でまさにこの 3,40 人って学校の一クラスの先生が一人で見れるぐらいです、うん、はいはいはい、
これ150人ぐらいやってくるとさすがに目も届かないし指示もきれいに届かない、うん、その後やっぱ各部署が自立して成長していくっていうのを持っていかないといけないっていうのはよく言われていて、まあそういう意味で今お話聞いてるとまさにその自立型成長型の組織のトップに向いてるメンタリティだなっていうのはすごい思いましたね。あ、そういうことか。俺は東袋だけで手一杯なんですけど、ね、でも信じてあげる力ですよね。信じてあげるというか、ね、まあまあね。さあ今後の買取大吉としてはどんなビジョンをお持ちなんですか。はい、実際この、まあ、買取リユースを使ったことがあるよっていう人って全体の 10% ぐらいにしか満たないっていう状態なんですね。はいはい、なのでそれがまあ10パーから20パー30パーになっていけばそれがまあ2倍3倍になっていくので、あのまあ市場規模はどん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 あの倍増していくというふうに思ってるんですね。でまあその上でやっぱりあのリユースのこう何ていうんですかイメージ自体を払拭していくというか変えていきたいというふうに自分は思ってます。コンビニのフランチャイズとかは聞いたことあるけどやっぱ在庫抱えなあかんとかっていうのがでかいからこのフランチャイズは本当に在庫抱えなくていいからそうですね、うん、僕も正直結構、うん、あのあれ魅了されてて実はね、うん、私と森永さんで結構ロケバスの中で盛り上がってロケバスでちょっとやっちゃうみたいな本当にやっちゃういすいませんもしかしたら3店舗増えるかもそして最後に未来のオーナーのため森田が突っ込んだ交渉を試みる。これどうですか、そのフランチャイズオーナーを増やしたいっていう大吉さんのこう熱意伝わってきたんですけど、はい、まあそこでちょっと相談なんですけど、はい、この、 あの番組を見てやろうと思った方がもしそちらに連絡してきた場合なんかちょっと特典というか、はい、なんか特別割引とか例えば、はい、例えばその僕の290万のもうちょっと補填しますとかなんかとかなんかないですか。だってこの番組のねあのおかげでこう連絡っていうなったらなんか特典欲しいなと思うんですけど、はいすね、なんかないですか。そうですね、うん、基本ガチの間ですね。まあ、はい、あの結構今こうなんていうんですか、ね、独立会議をしたいという方から、はい、あのお問い合わせをいただいているので基本的にはやってないんですけど、はいはいはい、この番組経由でお問い合わせいただいた方であれば、うんうん、開業支援金220万のところを、半額までだったら取っ払すぎないですか。いやいやいやマジでそれ大丈夫ですか。あただあの多分先着何名とかにしていただいた、はいはい、3名いや3名は多分ここでここで終わりじゃん。ここ以外ですか。ここ以外でここ以外の3名、はい、あ3名で、はい、が、220万のところ最初のお金110万円で始めれるってことですね。そうですね、はい、はいやでもこれ多分本当になんか絶対に悩んでる人いるじゃないですか。まあ、会社も向いてないからやめようかなとかっていう方はこう一個こう110万オフは背中押される感じはしますけど ね、うん、ねこの機会に3名様のみですので、はいうん、清水さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。割引に関しての詳しい情報は概要欄にある買取大吉のホームページをご覧ください。